こんにちは。みなさん、こんにちは。私はダン・カロリンです。えっ、ー、と、シルディ・ラプスのケネディ高校で日本語を教えています。えっ、ー、と、今日も、えっ、ー、と、一緒に勉強頑張りましょう。じゃあ、よろしくお願いします。えっ、ー、と、ま先生。はい、みなさん、こんにちは。えー、私はラスベガスクラック高校のマタです。また、今日も皆さんと一緒に AP 勉強しましょう。よろしくお願いします。 はい。よろしくお願いします。じゃあ、えー、っと、今日のトピックは何ですかえー、っと、また 3Ps と、えー、っと、Compare and Contrast article の話をします。じゃあ、 えーっと、まず、えー、っと、how to succeed on compare n d c o n t r a s ね。どうやって成功しますかね。まあ、えー、っと、一つの大事なことは、あの、そのフォーマットを分かれば、えー、っと、もっと、まあ、あの、よくできると思いますね。えー、っと、それから、もし、えー、っと、まあ、やっぱり、 大体なんか一般の話なんだけど、えっ、ー、と、なるべくなんか、プロダクツ、プラクティシス、アンド、プロスペクティブ、ね、えっ、ー、と、その 3Ps を考えたら、えっ、ー、と、まあ、使って、あの、もっといい、あの、アーテコを書くようになりますからね。えっ、ー、と、で、あの、一つの大事なことは、アウトライン、ね。えっ、ー、と、その試験の前に、 自分の頭の中だけじゃなくて何回も、ね、あの練習した方がいいと思いますね。introduction body と conclusion はどういう形とかね。あのまあ、このレッスンの中で、えーとまあ、大体そういうことはど,どんな感じとか、えー、と見ますけど、えーと、でもそのアウトラインがあの先に、えー、と試験の前に、えー、とたくさん練習したら、えーとまあ、もっと,、えーと あの簡単にできると思いますね。その CCA ね、えーだ。その次は、えっ、ー、と、useful grammatical patterns ということは、あのまあ、必ずあのあの比較とかね、えっ、ー、と、あの、コンパリソンだから、えっ、ー、と、そういうパターンも練習したら、えー、とてもあのいいと思いますね。えっ、ー、と、で、その、それから、あの、ルーブリックが分かれば、 あのもうちょっとあのどうやって書くとかね、えー、と考えたらも,、まあ、あのもっとうまくできると思いますねはいじゃあ大事なポイントはこれもうね20分がありますなるべく日本語でタイプの練習してくださいたくさん私は私は先生なのにタイプはものすごく できない <laughs>、ねあの。苦手ですね。僕はタイプは苦手ですね。だからみんなあのよく頑張って、えっと、なるべくたくさんあの日本語の、えっと、タイプの練習してくださいね。あのであの、それぞれの,あの単語とか、まあ、表現とかの後、えっと、スペースパワーを押してあの漢字は大事ですね。全部はひらがなとカタカナだけで書くのはダメです。 で、えー、っと、例えば、えー、っと、まあ、あの、例えば、勉強とかの,かの漢字をあのタイプ、まああの、タイプして、えー、っと、その、みんなやっぱり分かるでしょそ勉強という漢字ね。だから、えー、っと、スペースボーを押して、えー、っと、勉強という漢字が出てこなかったら、うん、じゃあ、タイプは間違ったかな えっと、学校とかね、えっと。じゃあ、小さいツとかウーとか、うとか忘れる場合もあるからね、えーっと。だから、そういう場合は、書き直して、ね、タイプタイプして直してくださいね,、えー、っとね。頑張ってください。でも、やっぱり、あの漢字、ね、AP 漢字を使うのはとても大事ですね。だから あの頑張ってくださいね。で、単語リストもとても大事ですね。えっ、ー、と、こ,まあ、このビデオシリーズの中で、えっ、ー、と、たくさん、あのー、ね、テイム、6 themes の話をしていますね。えっ、ー、と、プロダクツ、practices、perspectives の話をしていますからね。だから、なるべくまあ自分で、えっ、ー、と、ねこのボボケボキャビラリペンクを、えー、と作ったら、えっ、ー、と、まあ、 とてもあの有利だと思いますね。じゃあ、えっと、CCA の形を見ましょう。これは毎年あの全く同じ画面ですね。えっと、You are writing an article for the student newspaper of your sister school in Japan.Write an article in which you compare and contrast A and B. Based on your personal experience, describe at least three aspects of each and highlight the similarities and differences between A and B. Also state your preference and give reasons. Okay. To yuko wa eto kawarno wa ねえっ、ー、と300からえっ、ー、400字ぐらいですね。あのぐらいですね。えっ、ー、とで、スタイルは、えっ、ー、と、ですますか、だ。ねまあ、僕はデスマスターがいいと思いますね。えっ、ー、と、私の教室でいつも生徒にデスマスターであの使った方がいいと思います。もうちょっとなんかあの使いやすいと思いますね。えっ、ー、と、 あのそれからあの AP 漢字を使ってくださいね、えーっとまあ。AP 漢字以外、もっと難しい漢字でも大丈夫ですね。えー、you have 20 minutes to write。だから、まあ、なるべく適当な漢字とか、ね、を,を使ってくださいね。You have 20 minutes to write。それも大事ですね。でここはあの、まあ、タイムを見たかったら OK ですね。あのタイムがありますね。 えっと、で、やっぱり Character Count もここにありますね。えー、っと、で、でもその a c t e r Count よりなんか本当にその、えー、っと、エッセイの、ね、その CCA アーティコルの内容、まあもうちょっとあの考えた方がいいね。で、カットンペース e もできます。いいですかはい。じゃあ、えー、っと、ちょっとテーマの話を しましょうねえー、っとまあ science and technology というテーマもありますねえー、っと health とかね健康とか inventions and technology ね発明とかえー、っとロボットねあの climate weather and geography たくさんありますね気候とかあの天気とか えっとやっぱり日本には、えー、っと地震とか津波とか、えー、っと梅雨、ね、レイニシーズンとか台風もありますね。えー、っと,ということは、あの自分のボキャ a b u l a r y b で、えー、っとこういうトピックに関係ある、えー、っと単語とかのリストを作れば、えー、っともうちょっとあの詳しく、えー、っと書くようになりますね。あの クライマットウェザーといえば、あのまあ、私は、えー、と今、アイオワ州なんですけど、マータ先生はラスベガス州なんですけど、やっぱりラスベガス州はあのアイオワよりずっと暖かいですね。あのでも、あのマータ先生あの、今、ラスベガス州に住んでいますけど、も、えー、ともと日本のどこの出身ですかはい。 えー、私は日本の岐阜の出身です。えー、す岐阜は、うん、はいど。どうぞどうぞ。はい。あの岐阜はえっ、ー、とあの東京と大阪のあの真ん中ですね。あの、うん、な真ん中には名古屋というあの、うん、大きな町もありますが、そのあの隣の県です。はい。うん。で、あの気候とか天気はどうですか。岐阜の。はい。 あのーえー、と私は岐阜でもあの、えー、と南の岐阜なので、えー、雪はあの冬は雪はあまり降りませんで北の岐阜県はあの白川郷あの三角の屋根の,あの白川郷で有名なたくさん雪が降るところもあります、はい、私のところはあの山の中で緑があの夏5月から 緑がとても美しいです。はい。じゃあでやっぱり岐阜県のあの天気とか気候はラスベガスと比べたら全然違いますね。はい、全然違いますね。はい。はい。ラスベガスはとても乾燥してますし。違いますね。はい。はいはいありがとうございます。そう私はえっと日本に住んでた時にえっとまああの六年間横浜に住んでてなんか。 横浜には今冬がないという感じですね。えっ、ー、と、ここは、まああの、ニューヨークとかアイオアはものすごく寒くなりますからね。私はもっともっとニューヨークの出身なんですけど、すごく寒くなりますね。えっ、ー、と、だから、あの、まあ、やっぱり、あの、それぞれの場所とか、えっ、ー、と、同じあの、あの、違う天気とかありますからね。面白いですね。 はいじゃあえっ、ー、と次はまあビューティーエネステティックスもありますねえっ、ー、とであのやっぱり伝統的と現代的なえっ、ー、と技あのあの美術とかあの音楽とかえっ、ー、とファッションとかいろいろありますけどねえっ、ー、とまた先生あのどんな音楽が好きですかえっ、ー、と日本の伝統的な音楽か現代的な音楽どっちがいいですかはい あのー、私は実はあのー、お箏を、あのー、習いましたですからあのー、お琴の、えー、演奏もたまに聴きますそれからそうですねあのー、あまり若い人たちの音楽を知らないんですけど、うんえー、日本の有名なピアニストのあのクラシックの 音楽を聴、えー、きながら、あのー、仕事をするときもあります、うん。すごいですね。そそう僕もその伝統的な音楽、コットとかシャミセンとか、シャカジョウ、ものすごくきれいな音ですね。ファッションはね、えっと、例えばあの日本の高校生とアメリカの高校生と比べたら,比べたらあのどういう印象ですかはい。 えー、まああの日本の高校生は制服を着るあの学校も多いかと思うんですけどあのアメリカの生徒はもうあの男の子と女の子の服があまり変わりないですねみんなもうユニセックスと言いますか誰でも服装だけであの男の子か女の子かそういう区別はあのなかなかちょっとしにくくなってるかと思うんですけど。 あの日本の高校生はまだまだあの女の子のファッションと、まあ、男の子のファッションと区別ができるじゃないかと思います。はいはいありがとうございます。はい、えー、っとじゃあ次、えー、っとアウトラインのお話をしましょうね。えーまあ、CCA の形は毎年同じだから、えっと、このアウトラインも、えっと、先にちょっと準備して あの準備したらまあすごくいいアイディアですねえっとまず introduction ね state what you are comparing and contrasting a と b を比べてみますとかねえっと mention how many similarities or differences you will list そまあこれはオプションなんですけど a と b はえっと2つの違うこととあのあの1つの同じこととかねえっと相違点も共通点もありますとかそれでも大丈夫ですね えっとね、でそ,その次は、バリね3つがありますからね、えーっと。だから、Use your knowledge to discuss similarities and differences.、ねえっと、なるべく難しい日本語を使ってください。あの少し間違っても大丈夫ですね。で、Use transition words ね。 あのそれも大事ですね。えっ、ー、と、一つ目、二つ目、そしてとか、えっ、ー、と、例えばとかね、えっ、ー、と、そういう transitional words とかね、transition words はとても大事だと思いますね。えっ、ー、と、で、ものすごく、ものすごく大事なのは、conclusion、state a preference。

もし、えーとまあ、そういうことしたら、ねえー、最初なんかその,あのコンクルージョンを書いて私は A の方が B より好きです。なぜならとか、ねえー、と説明して、えー、とそれから、えー、とイントロダクションとか、えー、とバリも書い、えーまあ、ても大丈夫ですね。ねカットペースもできますからね。Products、えー、の場合は、えーまあ、useful patterns for comparison とかね。 ナウン1もナウン2もまあディスクリプションですね。えー、っと、あの、A と B は、あの、A も B も楽しいですね。えー、っと、ナウン1とナウン2は両方とも何々ですね。楽しいです、好きです、高くて、美味しいですとか。えー、っと、c コントラストの場合は、ナウン1は何何ですが、ナウン2は何何ですね。えー、っと、ね、例えば、 えっと、漫画は面白いですが、映画はつまらないですね。えっ、ー、と、まあ、ナウン1は、えっ、ー、と、ナウン2ほど、ネガティブプレディゲットね。えっ、ーと,まえー、と、映画は漫画ほど、面白くないです。ね。えっ、ー、と、そういうことですね。で、practices の場合は、えっ、ー、と、まあ、one ね dictionary form を使ってください。Dictionary form ことも action t o dictionary form ことも description ですね。えー、っとがあの action one ことも action two こともことは両方とも何々ですね。description ね。えー、っとその次はまああの contrast ね action one dictionary form ことは何々ですが、えー、っと action two ことは何々ですね。えー、っと かえっ、ー、と、アクション1デーね、ことはアクション2ことほど何々ないですね、面白くないですね。えっ、ー、と、映画を見ることは、えっ、ー、と、マンゴーを読むことほど面白くないですね。はい。いいですかで、あの、試験の前、ね、こういう形、よく練習してください。えっ、ー、と、 絶対ねえー、と必ず使わなければなりませんからえっ、ー、とよく練習してくださいはいじゃあえっ、ー、とで perspective 必ずねえっ、ー、と自分の preference right give your preference and state of reason だから結論として私は product or practice の方が product or p r a c t i c e より好きですまああの好き じゃなくても大丈夫ですね。楽しいです。えっ、ー、と、えっ、ー、と、興味がありますとかね、それでもだだ大丈夫なんですけど、なぜなら、何々からですね。えっ、ー、と、まあ、これは基本の、えっ、ー、と、パターンなんですけど、もっと、えっ、ー、と、難しい日本語を使っても大丈夫ですね。いいですかじゃあ、もう一回ちょっと、あの、プランとして、 えっと、What to know before the exam? ね。300から400の G ですね。えっ、ー、と、漢字を使ってください。えっ、ー、と、three aspects はとても大事ですね。Two actions, events, activities, things, etc. とかね。えっ、ー、と、何でもの combination は OK ですね。三つのえっ、ー、と、s i シミュラリテ y ね。えっ、ー、と、まあ、三つのえっ、ー、と、difference とかね。あのか。 similarity, similarity, difference 何でも大丈夫ですね。Any combination は OK ですね。えー、とでも、preference と reason はすごく大事ですね。えー、とデスマス、プレインフォームでもタブ、えーン、デスマスの方がいいと思いますね。20分ありますね。で、これは、えー、とその試験の全体の、えー、12.5%ですね。じゃあ、一つわからないのは、試験の前、わからないのは、やっぱりトピックですね。 じゃあどのトピックがあ,あのありますかまあ、あの、前こういうトピックがあの出たことがあります。activities, seasonal activities, daily activities, places, school and home とかね、people, family and friends とかね、えっと、ways to do things, ね、how to write, えっと、speaking English and speaking Japanese とかね、いろいろありますからね。えっと、だから、あの、まあ、あの、 頑張って、えー、と考えて、えーと、練習してくださいね。で、ルーブリックを見れば、えっ、ー、と、これは、まあ、すごく大事ですね。あの、まあ、まず、一、えー、つ考えなきゃいけないのは、Task completion is most important とかね。すみません。えっ、ー、と、あ、間違えました。はい、すみません。えっ、ー、と、Task completion is the most important ね。えっ、ー、と、Communicate your ideas.、ね えっと、やっぱりその delivery t リリ language usage も大事なんですけど、えー、っと、task completion は一番大事ですね。あの、ということは3は、えー、っと、emerging, ex ex excuse すみません。<laughs> emerging competence. すみません。in presentation of writing.4、ね、は competence.5、ねえー、は emerging excellence とかね。6は excellence、ね。でもこれは一番大事ですね。 あの3の場合は、まあ、addresses t o p i c directly, but may not have all aspects. 何か、えっ、ー、と、書いてないかもしれませんね。か、Lacks organization and coherence とかね。4は、全部書いてありますね。えっ、ー、と、preference and reason、えっ、ー、と、でも、あまり elaboration と detail はないかもしれませんね。えっ、ー、と、で、5と6は、えっ、ー、と、まあ、elaboration and detail とかね。えっ、ー、とあの、たくさん、まあ、詳しく。 書きましたね。えー、っといいですかでも一番大事なのは手 a s k c ということはえー、っと小さいなんか文法とかね、グラムのミスとかしたらね、えー、っと単語のミスしたらね、particle。やっぱりみんなちょっと particle は、えー、どっちがいいはかがかでかと。まあえー、っとやっぱり particle は難しいけど、そんなにえー、っとそういう細かいことをあの考えないで えっと、あの、ま、ま、あ大事、大事なのは、えっと、タスクコンプリートニューね。はい。じゃあ、練習してみよう。えっ、ー、と、次のサイドのプロンプトを見て、20分あのタイムをね、えっ、ー、と、セットして、えっ、ー、と、で、ま、あなるべく、えっ、ー、と、ま、あいい CCA を書いてくださいね。じゃあ、次は これですね。えー、っと、ということは、speaking Japanese and writing Japanese. で、それは、えー、っと、ね、あの、このプロンプトですね。今日のプロンプトは、speaking Japanese and writing Japanese。ということは、えー、っとは、まあ、私は、 やっぱりこの経験がありますね。えっ、ー、と、日本語を話すことと書くことは、えっ、ー、と、やっぱりまあ経験がありますからね。やっぱり僕の場合は、えっ、ー、と、日本語を話すとき、一番難しいのは電話で話す。ね。特に、えっ、ー、と、何かビジネスとあのと話すときに、例えば、あの、ホテルとかの予約するときとか、えっ、ー、と、 食べ物を注文するときとかね。えっと、なんとなくそれは一番ちょっと緊張しますね。えっと、書くことはやっぱり、あの、まあ書き直しできますね。えっと、時間があるからね。えっと、だから、まあ、あの自分で、まああの、まあ、いろいろなんか直せることができるからね。でも話すときはやっぱり何か間違ったら、まあ、そのまま間違いですね。 はい。えっ、ー、と、又先生はどうですかえっ、ー、と。英語話す時とか、英語で書く時は、ど、あの。どういう感じですか?。はい。えー、私も、あの。英語を話す時に、あの。キャロリン先生と同じように、あの。<laughs> 電話で話すことには、本当に、あの。うん、苦い経験があります。私も、あの。銀行なので、あの。<laughs> えーとオートマティックの,あの、えー、と電話が最初にありますね、例えばそのときにも私の英語の発音があの日本語なまりであのよくわからないのでもうずっと頑張って何回も言ってても最後に「コールバックって言われてガチャンという感じがあの何回かあったことを今でも思い出します。うん、はい そうですか。はい。ありがとう。ありがとうございます。はい、いや私もね、<laughs> えっと、その、まあ、そういう、なんか、あのー、あのー、まあ、オートマティックレコーディングとかね、日本語としたことがありませんと思いますけどね、やっぱり難しいですね。あのー、でも、はい、わかりますね。だから、あのー、みんな、やっぱり、えー、っと、日本語を勉強してるから、 えっとまああの話すときも書くときもありますから、ね、やっぱりえっ、ー、とこれはまあいろいろな経験がありますからね皆さんはいじゃあえっ、ー、とはい今からえっ、ー、と20分えっ、ー、となんかポーズして帰ってくださいはいじゃあどうですか えっと、みんなの CCA 書きましたかちゃんと。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今は、今日は、えっ、ー、と、一つの、えっ、ー、と、v e l Response を見ましょうね。あの、v e l Response は3か4。ね。ということは、Emerging Competence or competence ね。えっ、ー、と、ね、あの、All aspects of the prompt, right? えー、あ、すみません。間違えました。 And all aspects of the prompt, but maybe not like lack, maybe lacks detail and elaboration. So, there are And the まあ, maybe not all aspects of the prompt. Maybe lacks organization or coherence. Transitional elements are nash. The sun. There are four. There are four. ちょっとえっ、ー、とポーズして自分で読んでください。どうして読んですかえっ、ー、と、これ見れば少しずつね、あの見ればやっぱりまず、まあちゃんとイン d u ダクションがありますね。えっ、ー、と、このイン d u ダクションの中に、まあ、ちょっとあの間違いがありますけど、なんとなく。 えっと、意味がわかりますね。日本語を話すことと日本語を書くことまあえっ、ー、と比べてみますね。まあ見物あのはまああのちょっとあのミスなんですけど、えー、とでも違うと同じです。まあ、なんとなく、えっ、ー、とちゃんとまああのイントロダクションがありますね。で、次は、えー、と一つのシミュラリティね。で、ちゃんといあの一つやっぱり一つ目に、えっ、ー、と、同じは、 日本語を話すとにあの書くのはえっ、ー、と難しいですね。じゃあ、それは一つのシミュラリティね、えーと。共通点ね、えーと。で、ちょっとなんかエラバレーションがありますね。えー、とねでもまあ難しいですね。両方とも難しいですね。で次のシミュラリはまあこれはまあえっ、ー、と日本語のえっ、ー、と間違いもありますけど、えっ、ー、と ね、両方とも面白いです、ねえーと。話すと書くのは面白いですね。で、あの3番目は、まあ、1つの違うことは、えーと、日本人と話すが難しいです。た、まあ、多分直接いや話すことは直接なんですけど、もこれそれは難しいですね。えー、と書くときに、 やっぱり、あの、さっき言いましたけど、えっ、ー、と、直すことができますね。あ、まあこれは間違いましたからね。じゃあ、あの直して出しますね。宿題とか。でも話すときは、あのね、まあ、あの、まあ、間違いを、ま、あの消すことができませんからね。だから、それは一つの、えっ、ー、と、そう言ってね、あの違うことね。で、最後は結論として、私は日本語を書くが、 好きですね。えー、っと、日本に行く、あのてあのの住みたいですね。えー、っと、でも漢字を書くのはまあ優しくないですね。あのということは、あのまあプレフェンスとまああなんだあの理由もありますね。えー、っと、書くことが好きですね。はい。これは4点ですね。えー、っと、やっぱり、あの、 ハイスコアは5と6はもうちょっと,、えーと,まあえー、と詳しく書いてて、あの文法の文法と単語のミスも、えー、ともうちょっと少ないですね。いいですかじゃあ、えー、と今日の、えー、と要点は何ですかえっ、ー、と ?CCA はあの ね、プランニングはすごく大事ですね。えー、っと、そのプロンプトの前はたいその形がわかるから A と B だけわかりませんね。えー、っと、トップだけわかりませんね。えー、っと、もし、例えば、あの、ある単語が知らなかったら、まあ、ちょっと c u、um、ク l o c u t i o n を使って、えー、っと、まあ、似てる単語とかね、えー、っと、使ってくださいね。 えっと、なるべく詳しく書いてくださいね。えっと、いろいろ考えて、えっと、ね、3Ps 考えて、えっと、なるべく、えっと、ね、あの、たくさん情報、えっと、たくさんの詳しいことを書いてくださいね。ね。で、練習したら、絶対、えっと、ものすごくいい CCA を書くことができます。5点か6点取れると思います。いいですかじゃあ、 皆さん、本当にね、これからもうちょっと頑張ってください。試験はもうすぐですね。はい。頑張ってください。じゃあ、今日、それでは終わりましょう。さようなら。